ダンツシアトルは、アメリカ産まれの日本の競争馬である。父は、無敗のアメリカ産カンバシアトルスロー、祖母に CCA オークスカチューママーシュア、半姉にサンタラリシ賞カチノスマゴリー、イタリアオークス2着のアスルがいる両血馬。バレッジセールで32万5000ドルで落札され、日本へと輸入された外国産馬である。バレエは、旧表記で統一。 ダンツシアトルがデビューしたのは1992年10月の東京での新馬戦。生まれつき足が外交していたため強い調教が詰めず、この時期のデビューには会議的な声もあったが、4番審査で勝利した。次に出走した赤松賞でも勝利を収め、オープン入りしたが、その矢先に骨折が判明し、長期休養に入った。 ダンツシアトルが復帰したのは1993年の9月だった。初戦のナエバー特別は4着だったが、続く、浦安特別を解消。この後、ウェルカムステークスも勝ち、オープン入りを果たした。重賞に初挑戦したのは、年が明けて小馬になった1994年1月の日経新春杯だった。4番人気に押されたが、直線で失速し7着に敗れた。 その後、スバルステークス8着、バレンタインステークス3着と、オープン特別を2戦した後、左前足にクッキン炎を発症し、再び長期休養を強いられた。その間に、クラスも、準オープンに高級した。ダンツシアトルの復帰戦は1995年3月の、ドートンボリステークスだった。長期休養明けだっただけに、単勝は12番人気と低評価だったが解消し、 オープン馬に復帰した。その後、ダンツシアトルは、洋順ステークスで3着、オーストラリアトロフィー1着を経て、京阪杯に出走した。安田記念で除外となったため、このレースに出走したダンツシアトルはオークスは、長海キャロルに一番新本差をつけて勝ち、初重賞制覇を果たした。ついに重賞ウィナーとなったダンツシアトルは自走に、宝塚記念を選択。これが、 GI 初挑戦となった。本命は不在の混戦の中、2番人気に支持されたダンツシアトルは、同じシアトルスルーを父に持つ大気ブリザードを首差を押さえて GI 初勝利を挙げた。宝塚記念後、ダンツシアトルはジャパンカップへ向けて調整していたが、その中途でクッケンエンが再発し再び休養に入った。レコード決着となった宝塚記念で激走した反動で、 クッキン園が再発したのだろうと当時噂されたが実際のところ原因は未だもってわかっていない結局ダンツシアトルはこのクッキン園が原因で復帰することができず1997年1月に引退種ボバとなったダンツシアトルは日本中央競馬会に種ボバとして購入され日本軽手協会へと寄贈された2006年2007年は 九州種馬場で2008年は、ナス種馬場で2009年は、東京大学大学院農学生命科学研究科付属牧場でつなぎようされ、2010年からは再び九州種馬場でつなぎようされた。2017年をもって種馬場引退、種護馬引退後も引き続き九州種馬場でつなぎようされた。2020年9月24日、漏水により死亡。 以下の内容は、ジャビスシサーチ及び netkeiba.com に基づく。祖母マシュアの彦にハートレイクがいる。ありがとうございます。